んーございますか今回は、ほうすかみこみのドゥームズ・デイ・クロックのね、ちょっとした感想をしていきたく思います。うーんドゥームズ・デイ・クロック読まれてない方はピンとこない話なので、まあ見ないようにしていただけたらと思うんですが、まあ、読まれた方、この作品どうでしたか僕は、めっちゃおもろいと、 思う反面、知らないことも多いから、めっちゃおもろいまで届かないけど、やってることすごい数やと。<laughs> そう思ってるんですね。少なくとも、DC ヒーローというものは、不滅である。というね。そんなことも描いていたと思うんですよ。こういうことを描くから、アメリカンコミックヒーローだと思うし、ウォッチメン単体ではできない。 ジェフ・ジョーンズという王道作品をちゃんと王道として、しかし気をてらった設定も織り交ぜながらど真ん中ぶち抜く作品を作れる方だから絵けたんだろうなと思うんですね。どんな話かというと、 DC ユニバースの世界の中で、ウォッチメンが存在した世界があって、その世界にいたはずのドクター・マンハッタンがいなくなるんですね。そのドクター・マンハッタンを探して、DC ユニバースの本筋のジャスティス・リーグやスーパーマン・バットマンたちがいる世界に、ウォッチメン世界の住人、何人かがやってくるんですね。その中に、オジマン・ディアスや2代目ロール・シャッハ、コメディアンや新キャラクターのマイムやマリオネットが、 一緒に来るわけですね。で、この中の二代目ロールシャッハがこの物語のキーパーソンは見たいものを見ると。人によって違うがそれぞれ見ている見たいものを見る。取るに足らないものも大いなる存在もという、こういう考え方を持つわけですね。これはある人がそのことを言って自分の家訓というか心の言葉として携えているわけですね。で、この言葉がこの世界そのものを 表してるに近いと僕は感じていて、その最たるものがマイムとマリオネットだと。ウォッチメンの世界にスーパーマンがやってくるという未来を作るのがドクターマンハッタンの使命であり、未来に希望を見出しているということを表した話になっている。 と僕は解釈するんですよ。だから、運命として、スーパーマンは必ず地球にやってくる。どんなにドクターマンハッタンが過去を改変して、どんなに他のヒーローがヒーローになる運命を変えても、スーパーマンがヒーローになる運命、地球にやってくる運命は変えれなかった。つまり、この地球には必ずスーパーマンがやってくる。それは1939年かもしれないし、 2015年かもしれないし、3999年かもしれないし、わからないけども、必ずスーパーマンをやってきて、スーパーマンというヒーローの姿で何かを導こうとしてくれる。それは結論だけを眺めるドクターマンハッタンとは違うヒーローであり、ドクターマンハッタンの力の及ばない存在。初代グリーンランタンだ、フラッシュだ、その他のヒーローたちが生まれる瞬間を、 少し変えて生まれない状況にしたとて、スーパーマンがやってくることによって、彼らはまた生まれると。その存在がいること自体がドクターマンハッタンという存在を肯定しているわけですよ。スーパーマンは必ずやってきて、メタヒューマンといわれるスーパーヒーローたちは必ず生まれる。だからその中にドクターマンハッタンもいるんだと。彼は神のいたずらではなく、運命として生まれてるんだと。オジマンディアスが見せた小さなトリックとは、 ことなるスーパーマンという存在というのを見せていっていると僕は解釈しています。で、そのスーパーマンをどのように見るのかというのがスーパーマンの行動とみんなが問題視していることとのギャップというかね、ズレですね。この見たいものを見るというところが重要で、ドクターマンハッタンが 自分がスーパーマンになる子供を育てて、ダニエルとローリーという夫婦の元に養子として届ける。それはウォッチメンの世界でのスーパーマン。生死のスーパーマンとは違うけども、それが世界の希望であるということで、ウォッチメンの世界にクラーク・ケントを育てて希望を灯す運命としてね、種をまくと。このドクター・マンハッタンが育ててるクラーク・ケントの母親が、 マリオネットなわけじゃないですか。で、そのマリオネットは女なんですけども、マイムは男の人で喋れなくて、でも自分がこう銃の構えしてポンと放てば、それはほんまの拳銃になり、目の前の人は頭打ち抜かれるんですよ。そんなマイムとマリオネットは DC ヒーローたちの世界でジョーカーと絡んだりするんですけど、絡みはするけど、本編とはあまり関係ないんですよ。なんで、 マイムとマリオネット着ているのかというと、似たいものを見るの答えで何をどう見たかという解釈になるんじゃないかなと。つまり、マイムという言葉を喋れない男のヴィランは自分の手の中に拳銃があり、その拳銃を放つことで相手を殺傷できると。 いうものを見ているわけ。そこにないけどそこにあると思って見ていると。だから彼はそれを銃として放つことができる。何もないけどそこにあるという風な世界を見ているから。そのマイムの世界を受け入れているのがマリオネット。だからマリオネットは運命の子供。なぜマリオネットで誰に動かされているのかと言ったら運命に動かされていてお腹の中で ウォッチメンの世界のクラーク・ケントを生むという運命を授かった女性ヴィランであると。マイムとマリオネットが銀行強盗をした際にドクター・マンハッタンが殺さなかったわけですね。当初ドクター・マンハッタンはなぜ殺さなかったのかが定かじゃなかった。妊婦だから殺さなかったってことになってたけども、本当はそこに救世主。運命のこの母がいるからということなんだと。 思うんですよ何を見たいのかを体現しているのがマイムなので、オッチメの世界から一緒に DC ユニバースの世界にやってきた段階でもう答えはここにあるんですよ。これが今回の話の終わりを示す存在だったと。だから物語から話して彼らは活動すると。彼らがいるから救世主が生まれる。だから彼らも一緒についてきていると。 うんジグゾーパズルでオジマンディアスの顔を作り上げる最後の欠けた一ピース。ヒーローが生まれる奇跡的な偶然の連鎖。世界や人々の考えや平和思想。それらはヒルワンドに思えたもののすぐ近くに、足元にあったりするけど誰も気づかない。マイムも普通の人間やし、喋れなかったりするのは家族だとか生まれによってそういう人物になってしまってるけども、 本来の答えを持つ存在ということに誰も気にしていないということがこの作品の外の方にいたからだけど本当は最重要人物に決まっているじゃないかっていう風に描いていたと。そんな解釈を僕は持つという話なんですけどね。で、他にも色々とルームズ・エクロック触れたい部分あるので、またどこかでルームズ・エクロック語れたらなと。 思うところなんですが、本日はこの辺で終わっていこうと思います。ドゥームズ・イクロック非常に面白かったでございます。よろしければ手に取って読んでほしい,い,いですが、この作品だけ読んでベリーグー、やっぱおもろいという風にはなりません。それがヒーローコミックです。ヒーローコミックはどこから読んでいってもらってもいい。しかし、どこから読んでいっても過去の作品を知りたくなるかならないかはあなた次第うーん、ドゥームズ・イクロックを読めば、 どんな作品が過去にあったのかなぜこんなキャラクターがいてこんな運命を辿ったのか <laughs> よろしければ DC ワールドの片隅でもね、ドゥームズでクロックを読んで楽しんでいただけなと思います。はい。というところで本日はこれで、またね